バーバラ・カレラはアメリカ合衆国の女優、画家。ニカラグアのブルーフィールズで、ニカラグア駐在アメリカ大使とニカラグア人の母の元に生まれた。11歳でアメリカに渡り、17歳でモデルを始めた。彼女の初めての映画はチキータ・バナナの宣伝映画だった。映画、ルーという女のモデル役で女優デビュー。その後、マスター・ガンファイター、ドクター。 モローの島など多くの映画に出演した。中でも007シリーズのネバーセネバーアゲインに避ける悪女、ファティマ役で一躍有名となり、1984年のゴールデングローブ賞の最優秀女演女優賞にノミネートされた。ワイルドギース2では名優ローレンス・オリビエとの共演も果たした。その後、テレビでも ダラスをはじめとする人気シリーズに次々と出演した。ボーグ、パリマッチ、ハーパーズバザーなどの雑誌の表紙を飾り、1977年と1982年には、プレイボーイでヌードを披露した。その後もコンスタントに映画やテレビドラマに出演し、現在に至る。女優の傍ら画家としても活動し、 1980年代からはカリフォルニアビバリーヒルズとイギリスロンドンの画廊に作品が置かれるようになった。2002年にはハリウッドエンターテイメント博物館で展覧会が開かれ、彼女の作品は平均8000ドルで販売された。彼らはモデル、男爵、船舶所有者との3回の結婚、離婚歴がある。子供はいない。これは彼らが サイエントロジーに関わっているからだという説があるが、彼女がサイエントロジストであったのはほんの短い間だった。現在は、ジャーナリストと付き合っているという。彼らの人の例は曖昧である。彼女の誕生年は、通常1951年とされているが、媒体によっては1945年、もしくは1947年となっている。彼ら自身は、 1953年の方が良いと言っている。ありがとうございます。